ワキワキワッキー。森の都のカプセリスト兼ガチャガチャ研究家のワッキー貝山です。鶴瓶サンドの夏旅ご覧いただきましたでしょうか。後輩のサンドイッチマンにいじられまくりまクリスティーナワッキー会話でございましたけどね、母子共演で親孝行もできたんじゃないかなと自負しておりますが、 TVer でチェックできますんでね、見てみてください。イオンモール京都で開催されましたガチャガチャ展もたくさんの方に来ていただいてありがとうございます。疲れたけど実りある京都のイベントでございました。2024年8月25日日曜日15時からサンシャインシティ栄の広場でやっちゃいます。私とドリームカプセルの社長のトークショーから始まり、地元のお笑いライブ、さらには元 SKE の松井ジリナさんの凱旋初ライブということで、もう注目度満点。今から楽しみにしておりますので、ね、ぜひお時間ある方は名古屋でお会いしましょう。はい。さあ、毎週月曜は1週間、最新ガチャガチャやってみた、そう、最新カプセルトイ、バトーンと、ちょっとバタバタしていたんでね、回す機会が少なかったんです。最初の3つはですね、京都のイベントであった、松竹芸能の若手、クワガタココロさんっていうね、めんこい芸人がいるんですよ。その方から、YouTube チェックしてますよ。帰り側に3つアイテムをいただきました。さらには、あら、伊達な道の駅で、ヒカルちゃんからまたまた、おんちゃんガチャガチャをもらいました。計7つ、紹介していきたいと思います。それでは、まずは回していこう。ここからは、早送り。ボン。ラスト、7つ目です。それでは、一つ一つ見ていこう。どうぞ。1個目、カブトムシココロさんからいただいた、久しぶりに紹介するな。タカラトミーアーツ、コムシちゃんの缶詰、パート35。パート35なんですね。超レアは、オオムシのハッシュはクリアホワイトバージョンもあるぞ。これレッツゴー吉政くんから、すんごい台紙を見せてもらって、製造元が友人で販売元が U、まあ、コスモスっていう台紙を見せてもらいましたね。そんな歴史がある。コムシちゃんの缶詰。お、缶詰ではなく、なんとカブトムシが入っている。まあ芸名クワガタさんですからね。あの本名らしいですよね。クワガタココロさんからもらったカブトムシ。質感とかもいいっすよね、これね。組み立て式の大きいカブトムシが当たるということで、簡単に組み立てられますし、出来がいい。こんなこう黒光りがいいよね。うわー、久しぶりに組み立てたな、はい、ありがとうございます。2個目はね、クワガタさんからもらったんですよ。うわー、なかなか回さないですね。キャラクターもバンダイナムコのガシャポンですね。ドラゴンボール超悟空エディション、気にはなってましたけどね、持ってないです。素晴らしい。なぜやらないかってね、 HG 系のシリーズはね、出来がいいの知ってるんでね、やるとハマるからですね。やばい、火つきそうだな。この造形かっこいいね。悟空の超サイヤ人孫悟空バージョン、ジェジェジェ、ちゃんとね自立するように。なんか懐かしいな。よいしょ、はい、自立しますよ。3個目、お、これはもしかしてウルトラ怪獣ケシカ胸を2の方だ。ちょっと前のやつ。お、メフィラス星人。これあれだね、2代目だ。へえ、不思議な造形作るんだよね。これがウルトラマンティーガ。そして、普通のエレキングじゃなくて、改造エレキング。このラインナップもマニアックだな。ちょっと昔のね、ウルトラ消しゴム風なんですけども、当時作られていないね、造形で。改造エレキングと、メフィラス星人2代目と、ウルトラマンティガ。うん、なんか大パーツみたいで面白いね。
はあ、これも集めちゃうよな。クワさん、ありがとうございます。対戦します。後ろ向きですいません。4個目、これね、僕回したやつかな。バンダイのガチャポン、おしゃれ魔女ラブ&ベリーミニチュアアソートコレクション。ラブ&ベリーは僕が回すという。じゃん、わあ、シール帳、うちの娘持ってたなこれ。はいはい、あら、これのミニチュア、シール帳のカード帳だね。はははは、もうカードは印刷されてありますけど、すごいな、カード帳のミニチュアが出るっていうことはもう歴史になってんだね、ラブ&ベリーが。はあ、年取ったな。5つ目、これがね、ひかるちゃんからもらったやつですよ。タカラトミーアーツ、トムとジェリー85周年アニバーサリーミニカプセルマシーン。お、カプセルマシーンのトムとジェリーバージョン。はあ、まあこれも定番になりましたけども、出た当時はびっくりしたよね。これ実際にね、回って出てくるんだから、すごいもんです。細かいよねカプセル。あ、なるほど、透明プレートにシールを貼って。細かいね。なるほど、透明プレートにシールを貼るんだ。そうするとこれが景品なのね。なるほど、カプセルに入れる。うわー、細かい、これを入れる。はいはい、できました。えいえい、蓋を閉めて、ジェジン、できました。これをね、回すとボロンと出てくるんだね。6つ目です。これは私が買いました。バンダイ、犬の気持ち誰でもアクリルチャーム。こういうのも出すんですね、バンダイでね。はい、ワンちゃんの写真を入れると自分の愛犬のチャームができちゃう。犬の気持ち、あれか、雑誌みたいなのが作れちゃうんだね、この間に写真を入れてね。はは、ラスト7つ目です。お、あれ、これもしかしたらひかるちゃんお手製の、ん、手作りのチャーム。あー、うわ、麦わら帽子かぶってる俺のイラストだ。うわー、ありがたいな。うわー、ワキワキワキを W ですけど、こうやって M になるというね。一瞬ボノボノの何かと思ったら、ひかるちゃんお手製の手作りイヤリングとチャーム。はい、あざーす、嬉しい。うん、犬の気持ちにワッキーがいいんです、犬年なんで。一番強いのは僕です。ゲー、おめ結構強いな。リンリリンリンリリン、いっぱい揃ってきたな、ラブベリー。自立しない僕の気持ち。チーン。やったやった、オリンピックでメダルもらったぞーぞー、俺だってメダルもらったぞーぞー、俺が一番強いんだよよー。おー、今はドラゴンボールガチガチで買えんのけ。7つ集めよう。わお、コラボレーションもありがとうございます。まさか最後はひかるちゃんの手作りカプセルトイ、これでも紹介していますからね。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンやコメント、さらには僕のガチャガチャのコレクションの中からこの辺見てみたいよというリクエスト、エモーイ昭和レトロ風ご当地オリジナルのガチャガチャの情報などなど、カプセルトイに関するものはすべてコメント欄にてお願いします。それでは今週末25日日曜日15時、名古屋市でお会いしましょう。詳細はこの後も出ますよ。それではまたねー、バイ。
ってみよう。